吉田さん最近ねそのお笑い芸人かなんか知らないですけどもなんか5億とか7億の詐欺にかかってお金集めたお金をパーにしたらしいんですよね。まあそれで前回ね吉田さんの動画で、まあ、月収100万とかワードプレスで作り込みとかいろいろあってなんかそういったすごいね成功例を見せられたりとか3年で1億とかっていうのを見せられたらそこだけ見せられたら多くの人は「わこれは無理!」 っていう風に思うのと同時にそのぐらい稼げたらいいなっていう風にね複雑な思いがあると思うんですよでも私は思うんですけどもどんな大きな金額も小さな金額の積み重ねなんでねまさにね月に3万とか5万とかをプラスアルファするところを目指すところから始めたらどうかなと思うんですよね月収100万とか目指すからそのうち100万にいきなりなるだろうみたいなね幻想を抱えちゃうんですけども月収100万も 最初は月収プラス1万2万から始まるわけですよね。何を隠そう私だって3年1億って言ってますけど、最初はですね、自己アフィリエイトの1万か2万がスタートですからね。そこからスタートなんですよ。こんな小さな穴を開けて、その後こうやってグングぐグ,ググ広げていったってだけですから、で、広げていくときにブーストかけるために YouTube を使ったりとか、Facebook の SNS 使ったりとかして、自分の存在をどんどん知らしめていったっていう形で、小さな世界で、えー、できた実績を、 より多く大きな世界にこう、ね、広げていったというところを繰り返していったわけなんですよねそのうちに、まあ、広島で、えー、一番のネットビジネス塾っていうそういったコンセプトを全国に発信していったらお広島で一番なら聞いてみようかなみたいなね、まあ、そんな感じじゃないかなと思うんですよ。多分東京番番とと、ね、とかか日本っていうと逆にあのー あまり目立たなかったのかなと思うんですけども、その地方都市一番っていうのがなかなかね、絶妙だったのかなと思います。で、同じようにですね、別にあの大分で一番でも、新潟で一番でも、秋田で一番でもいいから、始めてみればいいんですけども、ちょっと見ないですね、そういうのはね。うん。なんかその辺から始めればいいような気がするんですけどね、私はね。うん。まあ、それで、あの、お笑い芸人の話に戻りますと、やっぱりなんであんなね、驚愕な、 お金を失ったのかっていうと自分に扱いようのない力量を超えたリスクを抱えきれないものを抱えてしまったからじゃないかなと思うんですよねうんだからお金を集めてそのお金をね増えたら皆さんに分配するみたいな形だったのかもしれませんし全容はまだ全然分かってないんですけどもあのー、結局お金をね集める人も集める人でちょっとねあのー、足りなかった部分があると思いますけどもお金を出す人もねなくなってもいいと思って出さないといけないのに 元本はなくならずにプラスアルファ増えてくることを期待して預けるからおかしなことになると思うんですよ。預けた瞬間に自分の手を離れた瞬間にもうそれはなくなったもんだと思ってねそのお金とは関係なくその人の人間関係を続けると思えば構わないと思いますしそのお金が増えようが減ろようがその人との関係が終わるって思うんだったらもうそういう風に覚悟しなきゃならないかなっていうところですよね。 だから今回の我々議員の方は何としてもね一生かかってもお金返すとか言ってますけどもそういうんじゃないんですよだからそういう人がね返すとか言うからまたおかしなことになるんでこれはもう帰らないよとうんいうふうなことじゃないですか,だから下手にいい人で言おうと思うからあの、まあ、返すみたいな発想になって、まあ、それはそれでね、えーまあ、お金を出した人への誠意なのかもしれませんけどもいや本当に見るとそれは誠意になんないかなと結局そういう経験をさせちゃったりとかすると せっかく投資で大失敗してその痛みとともに進化するはずだったらその人のチャンスを積んじゃうんじゃないかなと思いますからだからやっぱりね100万円を貸して帰ってこなければその100万円をかみしめるしかないんですよ。ね、そうやっていうところじゃないかなと思うんですよ。帰ってくると思うからね人間関係おかしくなったりとかあげくにはお金借りてない人にまでもう貸さないとかっていうねおかしな判断になるわけですよ。 自分のことを騙したわけでもないし自分からお金をね借りて返さないっていう経験したことがない人にまでいやなんか過去にこういうことがあったんでもうお金貸しませんみたいなね自分の失敗を人に押し付けるような、まあ、そういった歪んだ人が生まれてくるのかなと思いますんでうんだからねんか全てのことはリスク込みであるんだよってことじゃないですかね美味しいご飯食べればね食中毒のリスクっていうのは必ずあるわけですようんそういうところじゃないかなと思うんですけどね うんにしてもね詐欺にかかるほどなんだろうねなんかそのお笑い芸人の方もあいつがそんな詐欺をするやつじゃないって言われてるみたいですけどもここには2つの考えがあってね一つは確かに詐欺をしてないけども詐欺をしてる人間に巻き込まれて知らず知らずにその片棒を数えてるんだとしたらこの人も同罪だってことなんですよ。やっぱ見抜かなくちゃいけないんですよね。 そういういの特に人からお金を集めるんだったら見抜くかもしくはなくなる可能性があるよっていうふうに言い,か言い切んないといけないんですよね、うん、でも,もう一つはやっぱりね信頼の向こうに詐欺があるんであ,のあいつがそんなことするわけないじゃんって思わせてるからお金が集まるってことですよねだから詐欺師の仕組みっていうのはよ,よく分かってなくってあいつならやりそうだよねみたいに思われないわけなんですよ巨額なお金を集めてドローンする人とか失敗する人っていうのは、まあ、そういうとこじゃないかなと思いますね まあ詐欺の差でいきましょうか。